和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ、皆さんこんにちは。ダックス企画プロデューサーの和田正幸です。皆さんこんにちは。ダックス尾崎由香です。皆さんこんにちは。ダックスエグザイルファンタスティックスの世界です。この番組はアニメや漫画の企画とクールジャパンを推進するプロデュース集団エクスアーツの代表和田正幸さんが尾崎由香と世界さんと一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組です。はい、ということでね、今回もそうゲストが前回に引き続き大地監督が来てくださっているんで ね、もう本当にたっぷりお話したいから、もうこのまますぐゲストパートに行っちゃいましょう。今日何の日、尾崎ちゃん。今日ですか。今日何の日。今日は、でもなんか先週虫の日だったから、なんとか歴でなんか、なんとか歴でなんとからしいですよ。なんとか歴ってなんだ。よし、西暦とかブレーブよ。なんか調べようとしたけど忘れた。今日はファンタのアリーナの、あ、そうだ、ライブの日、当日ですね、はい、よかった。ライブの日お二人来てるんですか、ライブ。お、ねえ、来てるんでしょうか。これはまたあの聞いてのお楽しみということで。そうなの。なんで俺出てんのに教えてくんないの。内緒。まあいいけど。ね、で和田さんどうせ来るもんだって。なんでわかってるんですか。あなたはどうせ。あなたはどうせ来る。あなたはどうせ来なきゃいけない。毎回ね、行ってらっしゃいますからね。いやいや、もうありがたいことですよ、本当に。ね、まあ、監督が来てくださるので、ね、そう、はい、始めていきましょう。ましょう、それでは早速始めていきましょう。和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ。突っ込むぞ。和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ。ではここで本日のゲストの方をご紹介しましょう。大地秋太郎監督です。はい、こんにちは、大地秋太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週に引き続きでね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今週はね、はい、監督にコーナーにお付き合いいただけるということで、ぜひね、早速じゃもうやっていきますか。ぜひとも。はい、では監督と一緒にこんなコーナーをやっていきましょう。新非実現アニメ制作委員会。ここに様々な意味のない言葉が入ったボックスがあります。ここから出た2つを組み合わせてアニメのコンセプトを決めて、どんなアニメになりそうか監督と一緒に4人で話していきましょう。はい、これね、今回大地監督にもそうなんですよ、キーワード書いていただいてますから、書いていただいてるので、崖は避けました。お、避けられたんですか。ちょっと楽しみにしてましたけど、今回はなしで、はい、ではまず和田さんから、はい、最初のワードしましょう。これね、やっぱ引きがね、いい悪いもあるのね。はい、では、あ、出ました、旅。旅旅旅旅。じゃあ、もう一つのワードは大地監督、よかったら聞いていただいていいですか。わかりました、やります。旅、旅、どうだ、お、フィットネス。旅とフィットネス。フィットネス、旅とフィットネスか、まあどうですけどね、動くみんな黙っちゃった。旅とフィットネスでアニメを作る、旅っていうのは、僕は旅もの好きで、ずいぶん前だけども、時代劇で風任せ月影乱っていう、あのアニメ作ったんですね。これ、旅物で、旅物の面白いのって、特にその月影乱っていうのは、レギュラーが2人しかいないんですよね、はい、でそれが、ま、町から町へ、宿場から宿場へ行って、そこの、あの事件を解決するっていう、レギュラーが2人だけっていう、やじきた道中みたいな。そうですね、あのそういうの大好きですね、でも大変ですね、毎回設定を変えるので、はい、だゲームで言うと、僕はあんまりゲームやんないけど、あのロールプレインゲームってきっとあれですか、その旅っぽい、そうです、ね、感じがします。村から村行きますよね、だからそう、ちょっとドラマがありますわね。ただフィットネスっていう部分、フィットネスってなんだろう、フィットネスって、フィットネスって何、踊るやつ。そうだ、フィットネスのあれ、あの室内でやるやつですか。エアロビクスでもなく、フィットネスというのはつまりどういうこと。フィットネスクラブじゃないんでしょ。フィットネス、フィットネスでしょ。定義からいこうか。定義が難しいね。とは筋トレでもない。筋トレでもない。筋トレじゃないんだよね、きっとね。有酸素運動に近い。体動かすみたいな。みんなであのあれでしょ、鏡張りのところでね、体操したり。やっぱだからエアロビクス。昔エアロビクス。パンチパンチ。もっと昔言うとジャズダンスみたいな感じ。それ。あ、フィットネスの定義、定義があります。肉体的および健康的観点で望ましいと考えられている状態であり、それを目指すための行為活動です。
じゃあ踊りも全般なんだ。限らずだ、うん、フィットネスのための体にいいこと旅か、うんうん、これはちょっとパスしましょうよ。パスこれはパスあり、パスあり、やってもないけど、はい、分かった。難しい。え、ちなみにこれは監督が考えたワードだったんですか？旅はね。ああそう、旅好きとしてはいいですね、うんうん、旅っていいですよね。ロードムービーですよね、本当に。そうなんですよね、うん、終着点があるのかないのか、うん、はい、続いていきますか、うん、はい、そう、じゃあ続いて、じゃあ、次世界さん、ね、はいはい、弾いてもらって、うん、はい、あ、いいんじゃないですか、うん、アイドル、アイドル、いける、いける。じゃあ、おさびやちゃん弾いてください。これは大事だ。アイドルとライフライン、ライフライン、またライフライン組み合わせがかなり難しい。アイドルとライフラインか。アイドルとライフライン。ライフラインっていうのはまた定義としては、定義としてはこれは、ね、水、水道、電気、電気ね。まあでもいろいろありますよね、うん、こうライフライン止まっちゃうとかもあれば、うん、自給自足アイドルみたいな、うん、あ、自給自足アイドルね、のもあるし、山の中で全くライフライン使わずにみたいなね、アイドルたちが自給自足畑仕事する、主役これ一人グループね、ちょっとゆるキャン的に少数ですかね、うん、あの大使館の時に聞きたい、少数っていうか、でも今アイドルものっていうとある程度グループじゃないと確かに、うん、面白くないっていうのは、僕あの個人的にはアイドルは3人までっていう、ああじゃあ3人組、じゃあ3人組、3人組だ、うん、3人組今珍しいでしょ、だいぶね減りましたよね、キャンディーズの時代ですからね、うん、少女隊とかね、うん、そういう時代なんで、あのセイント4っていうのが出てきた時に、ああ多いと思ったから、あ、そっか、1人増えて、ね、岩純子さんもそうですよね、今それどころじゃないっていうね、一クラスですからね、ね、はい、何十人、でも3人組の、3人組のアイドルが、でもね3人組じゃなくて、このライフラインをなんていうの、まあ、なんかどっかこうその自給自足やる、はいはい、村みたいな、村みたいなところにアイドルが48人いるという、いて、うん、ライフライン48みたいな、あ、いいっすね、あだから水道担当みたいな、水道担当は何やるんだ、工事かい、わかんない、工事するみたいな、水引いてくんかな、水引いてくるみたいな、え、ちょっと待って、それ面白いな、ね、めっちゃ頑張ってね、山からこう、どっかから電気盗んできちゃダメか、電気起こし、電気起こすね、電気起こすみたいな、じゃあゆるキャン的なイメージもいいじゃないですかね、古民家もちょっとこう内装変えたりとかして、ライフラインを作るアイドル、 LFL48、ね、成長が見えますね、それで、うん、ね、街、うん、を作るアイドル、すごい面白い、面白い、実現しない自分たちでライブもするこれちょっと秋元康生さん言いに行こう、ダメですダメです、実現しちゃいますか、あ、そう、いや実現しちゃいけないんですよ、言いに行くわ、うん、ダメですダメです、実現するわけねえだろこうやって突っ込むまず真面目かここちょい突っ込み入りますね、いやだってね、大地監督いてくださったら できますもんね、これね、できますね、リアルに、でその山の中に崖があって、うん、あ、いいじゃない、ね、崖があって崖があっていいですね、入れちゃった崖、いいですね、崖入りましたね、でどんどん旅してってけど、はい、そうそう、旅して全部入れちゃえばいいんだから、そう、名シーンは あらゆる山の中の崖を見てこう、うん、そこで物語が進む、まあ、この村はもうこれで盤石だ、そうですね、次の村へ行こう、次の村に、うん、すごいアイドル、48人が ね街道を歩いてね、歩いてもうやばい、これは絶対作った方がいいですよ、ね、全員あのまた旅の格好してさ、やばいですね、うん、これアフレコ大変だぞ、清水の上長一家みたいな、これアフレコ大変だこれ声優が大変だぞ、やばいっすね、48人いるぞ、ブースが大変なことになっちゃういや、いいですね、これ行きそう、ちょっとまだ引きましょう、行きましょうか、乗ってきたよ、はい、まだ引きました、うん、SF SF ね、これまた大きいテーマありましたね、うん、じゃあ、大地監督、はい、 SF と来たら SF も結構ね、ね、幅広いですから、そうですね、お、社長、社長、なんか SF 社長って面白そうな、それだけタイトルっぽいな、タイトルも SF 社長だね、 SF 社長面白そう、うん、主役これなんだろう、津田健さんかな、主役決まっちゃった、あのね、キャスト決まると早いねリアル、うん、リアルだなキャスト決まると早いその魅力でいけばいいの、
いやでも結構ね声優界 の、うん、あの社長多いですからね。だから、ね、あの岡本信くんとかもいやいや、うん、津田さんに負けず俺も行きたいですとか、うん、そうね、波川さんも社長も ね、 そうそうね、ちょっと待ってキャストで行くいいね、キャストから確かに、うん、あ、波川さんの SF 社長面白いからあ、毎回さあの主役変わるのあそれめっちゃ面白い、今日の SF 社長はあそれいいです、波川大輔それを見たいそれ で、 ね、で毎回ね SF のスケールがさ、そうです変わるよね、スターウォーズみたいになったり、いいっすね、うん、なんかね波川さんのところはもう漢字しかない星に行けば台本のしたらもうそれだけで面白い、めっちゃ面白いずっと読み間違えそれだけで面白い、それとりあえずやろう本当にやっちゃおう、ダメだ、実現して監督そうなんですよ、実現しないんですよ、これもう絶対できるよね、もうステイラックに行ったら多分やってくれるよ多分、これ実現させないでくださいダメなんですよ、このコーナーの趣旨が間違ってる、女社長でじゃあオザピアちゃんで確かに、いいんですか、実現したお猫精神のあの猫精神のツッコミの星に私がツッコミでね、ツッコミ性にね実現させてください誰かツッコミ性っておもろいですね、ツッコミ性ずっと突っ込んでばっかりの成人全部突っ込んで、ね、それ成長していきますね、1話から12話まで、うん、ある種関西はそうかもね、うん、小学校ぐらいからもうおもろいかどうかが、うん、大事、ね、それで、大事なんでね、それでさあのこっちもツッコミで攻撃か返さなくちゃって、うん、ツッコミが多いわって言ったら向こうから成人全員からボケんかいっつってやこれちょっと待って本当できちゃいますね、できちゃいますね、1話1話完結でね、で最後実は物語つながってて、うん、ね、うん、あ全員がマルチバースだった、うん、ワクワクするなこれ、なんだよおもろいな、でおもろい絶対各声優事務所の社長乗ってくるもん乗ってくる、ね、もうすぐやりますってなりそう、やりたいやりたい面白いね、このコーナーのタイトル変えますかじゃあ、ね、実現しちゃったぞ、実現させよう委員会その時は大地監督ぜひもう、はい、大丈夫です、お願いしたいと思いますので、もう SF 社長はもう SF 社長ね、もう絶対監督で、できる SF 社長、いやでも結構決戦投票よ、このライフラインのアイドルとさ、そうだ ね、 ねライフライン48とか SF 社長か、ね、やりやすそうなら SF 社長です、確かに、うわ実現しちゃうよこれは、未来が見える、うん、見える、しかもヒットする、うんうん、5分アニメでいける、ね、なんならハリウッドで、ハリウッドで見える、ね、目指して、はい、ここから始まったっていう、うん、はい、ハリウッドに行くとかブラッドピットとかになるんだ ね、 そうね、SF 社長はねSF 社長ね夢でかいオールスターでね、でケイユさんに聞かせてもらって、あいいっすね、ニコラスケイジがまた出て、その時大塚明夫さんにやってもらって、いいじゃないですか、これキャストがないのって聞かれてるね、面白いですね、勝手に人の名前出して勝手にやらせて、いやもう全ての企画会議がこれならいいんだ、最高ですよ、もう一個いく、もう一個いけますよ、ね、だからこれ監督が書いたワードもさ、こう、ね、そう引いちゃいましょう、引いちゃいましょう、引ける、うん、虫来た来た、先週虫、2週にわたって虫、いいですね、虫来たよ、虫いきましょうか、じゃあじゃあ、はい、お腹鳴るお腹鳴るお腹鳴る、これ大地監督の、なんだよ俺、何書いてんだ、お腹鳴る虫、あれですね、文字字可愛いですね、ね、可愛い丸文字で、お腹鳴るっていう、なんかひらがなで書くと可愛いね、お腹鳴る可愛い、もうこれあ、じゃあ、ね、お腹の虫じゃん、もうね、お腹鳴る、お腹鳴る虫、お腹鳴る虫、何わかんない、腹の虫が、腹の虫っていう、腹の虫、ね、あるよね、うん、お腹の虫ってあんまり聞かないですよね、聞かないですね、昭和だねあれ、あ確かに、あのぐる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 ってやつ、あれお腹の虫が鳴いているって言うんだよ、聞いたことない、昭和ではそう言ってた、初めて、知らない、俺は知って知らない、あそうなんだ、これは面白いね、うん、まずそこから入ってね、面白い、うん、あそっか平成の子やもんな、平成生まれです、うん、やったいや俺も平成やで、あそうだそうだどうしてお腹が鳴るのかなっていう歌がある、うん、あ、うん、ありましたね、あのなんでお腹鳴るって書いたかっていうと、ね、はいはい、このおじゃる丸ってあの3本セットで、はい、いろいろ収録するんですよ、うん、3本全部お腹鳴ってるんだよ、そうなんですか、割と定番なんですよ、お腹鳴る、お腹鳴る、うん、かすぐ鳴るの、お腹グーッとお腹すいたなーって、うん、そうなってくるとおじゃる丸とコラボしたくなっちゃうね、これまた実現してしまう、コラボアニメだ、待ってこれも実現しちゃうな、虫だと思うより、うん、よりおじゃる丸になっちゃうよ、電ボの友達の電ボ出てきちゃう、お腹鳴る虫が来て、確かに、うん、
とにかく取り付くとお腹が鳴るっていう。これも実現しちゃうやりちゃいますよね。もうすぐでもね、そういうエピソードはスピンオフの短編になって、うん、何、まあそうだな、虫でしょ、うん、ちょっと怖いアニメもできそうだけどね、うん、虫だとね、お腹鳴るっていう、お腹鳴るをちょっと怖くして、うん、お腹の中に入っちゃうんだから、入っちゃうみたいなね、うん、中からバリバリとほら吐いて出てくる、吐いて出てくる、やばいですね、うん、これは怖い。小崎さんの顔が曇った。その話急にね、やらないでって、あのホラー苦手なんですよ。朝アニメが良かった今。ちょっと夜は怖いですね。ホラーに持ってっちゃった。深夜アニメ。うん、伊藤潤先生、伊藤潤先生みたいな、ちょっと深刻な、ね、怖いですね、謎が謎を呼んで ね、ファンもいっぱいいるよ、うん、これ僕もあの怖いのダメなんで、あ、これ監督できません、できない、はい、大地監督、そうか、苦手なジャンルもあるんですね、そのホラーはあまり好きじゃない、苦手はいっぱいありますよ、うん、メカもダメだし、そうなんですか、うん、ソフト SF ってができるけど、やっぱり、はい、あの本格的な SF は苦手だし、へ、うん、筒井康隆さんみたいなね、ああいう SF 謎の転校生とかさ、ね、ああいうのやりたいなと思うけど、あのいわゆるなんかこうメカが出てくるようなやつは意外と苦手で、宇宙船とか出なくて、そうですね、ちょっとタイムリープしちゃったりとか、そうですね、うん、苦手です。よかった、実現しません。これはホラーは実現しません。しませんでした。オザピアちゃんにホラーの主役が来たらどうなるんだろうね。いや、もう泣きながら収録ですよ、ね、お腹の中からグワーって虫が出てくるね、うん、無理ですね。でもあのなんか聞いた話だけど、はい、あのホラー映画実写の、はい、あれの現場って笑いが絶えないんだって。え、もう どのぐらい笑ったかで、 笑えば笑うほど怖いものができるって。例えば貞子なんかこんなハッて出てくるじゃない、はい、顔みたいに、あれ現場で見たらもうおかしくてしょうがないらしくて、あで、ハイカットをしたらみんなギャーって笑うんだって、うん、じゃあアニメ作ってる時もそうなるってことですかね、うん、ホラーアニメ多分なると思う、ね、見てる人だけが怖いっていう、うん、あ、じゃあ逆にそれは楽しいかもしれない、うん、ホラーアニメ見れるようになるかもしれないし、うんうんうん、なんかあの声優でね、うん、はい、声入れる時もなんだかなって変な声出るじゃない、いやーっつって、それ終わったら笑うよね、きっとね、そうですね、確かにそうですね、うん、そうきたか、いい音出ましたねーって、うん、なると思う、そう、確かに結構みんな笑ってる、ね、笑ってるな、うん、現場は、ちょっと希望が見えてきました、希望が見えてきた。出れるかもしれない、ホラーアニメ、うん、出たいですね、ラストワンワン行きましょう、ラスト、ね、ちょっと話題聞きますよ、ラストね、ね、ラストです。雨、梅雨の時期ですからね、これ雨も、うん、大使館と、はい、おどうぞ、素敵な色、ね、オザピアちゃん確かに天気いいね、うん、シリーズは難しいけど、転ぶもね、雨転ぶ、私なんですけどね、でも雨だと転びやすいですね、いろいろね、滑って転んで、うん、滑る、ずっと坂道とか、あ、坂道で雨転ぶ、そこから何か起こるんだな、うん、うん、転ぶのもね、実はね、お腹が鳴ると一緒でね、よく転ぶんですよ、アニメ。これも実はあのおじゃる丸さん3本で、はいはいはい、全作品転んでたっていう。その神様始めましても、はい、やたら転ぶんですよ、原作から、うん、すぐ石につまずくの、うん、漫画って確かに、うん、アニメキャラって確かに数多く転んでますよね、あんなの実生活でそんなに転ばないじゃん、ね、で意外と転んだら大変じゃないですか、大変、うん、すぐ転ぶんだよ、なんでですかね、大体逃げるでしょ、ね、妖怪から逃げたりとかして、うん、森を逃げると転ぶんだよね、うん、必ず転びます、うん、アニメは。じゃあ多分ね、なんとなくですけど、子供心にお腹が鳴るのとか転ぶのってすっごい恥ずかしいじゃないですか、うんうん、大人になるとね、だんだんその辺ってなんか薄まっていくんですけど、うんうん、あの子、うわ羞恥心だ恥ずかしいっていうのが残ってるからかもしれないですね、あ、なんかみんなが感じれるっていうか分かることなのかも、雨と転ぶ、雨と転ぶ、でもこれもちょっとホラーな若干そうっすね、これね、方向になってきましたよ、雨で転ぶね、うん、そう、雨の絵だとやっぱりどうしてもちょっと暗くなっちゃいますね、ね、なんかちょっと水木しげるさんのね、うん、妖怪出てきそうですね、妖怪出てきそうですね、やっぱ森逃げるイメージですね、あ、うん、その時にずっと雨が降ってたんですねとか言いそうだもんね、キャスティングしちゃってるもん、やだなやだなつって宮川さんだね、やだな、世界さんもできそうで、雨がねずっと降ってきたんですね、言いそうじゃないですか、言いそうです、じゃあ階段、妖怪が出てくるアニメの、ね、雨が転ぶ、いや面白い、妖怪が転ぶ、逆に妖怪転ぶっていうの、うん、妖怪転んで、みんな転んでおしまいやん、おしまいみたいな、わはははって雨晴れて
よかったね、みんな笑顔よかった、ハッピーエンドになった、うん、なりました、あ、いいじゃない、終わりよければ全てよし、うん、まとめ方よ。はい、今回もね、いろんな企画が思いつきました、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。以上、新非実現アニメ制作委員会でした。和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレイディオ、和田クス七色セリフオーディション、ここでは総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジの学生さんをリモートゲストとしてお招きして、架空のアニメの架空セリフでオーディションにチャレンジしてもらいます。最終的に合格した学生さんには和田さんが社長を務めるエクスアーツのグループ会社が手掛ける作品への出演権がプレゼントされます。ではまず6月のテーマセリフを発表します。6月の男性用セリフはこちらです。これならまだいけるとなります。ではここで最初の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、総合学園ヒューマンアカデミー新宿校パフォーミングアーツカレッジスーパーマーケットではございません、田中イオンです。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。すごい素敵なお声で ね、お声がもうこの僕らね、あのリモートでお顔拝見してるから、はい、なんか腹話術なのかなぐらいの感じが出てるけど、ね、すごいなんですね。そうです ね、よく年齢と顔と、はい、声が合っていないって言われます。あ、いい意味でね、ギャップが、はい、うん、でもイケメンさんでね、うん、もう特訓したとかではなく、もうそのまま、まあまあ、そうですね、自然に声変わりでこのような低声になりました、なんかいいですね、生まれ持ったもので、羨ましい、これも武器ですよ、うん、きっと特徴で、はい、ありがとうございます。どう逆立ちだってそんな低いいい声出ない、ならないですね、うん、出ないですね、はい、ちょっと勉強していきましょう。ではまずは演出を入れずに読んでいただきたいと思います。お願いいたします。これならまだいける。これはどんな設定が、場所は小さな、カフェでして、うん、小料理を新しく考えていて、うんうん、なかなかこう味が決まらなくて、うん、最終的にいろんな調整をして、うん、これならお客さんに提供できるなという、これならまだいけるという、やっぱりそうか、なんかコーヒーとか入れてるのかなと思ったから、ありますね、ね、なんかそんな感じ、試行錯誤してる、ね、素敵な設定、大人な、ね、では和田さんに設定をお願いいたします、うん、はい、ではではね、潜入捜査をしているあなたは刑事です、はい、で特殊メイクというかね、ちょっとできることで顔を変えて別人になりすまして、はい、いろいろね、ちょっと別の別人になるんですよ。でそこの自分の顔を見て一言って感じでお願いします、うん、はい、わかりました。それではお願いいたします。これならまだいける。なんかね、この、うん、刑事側なんだけどちょっとこう影、なんか裏がありそうな、うんうんうん、またちょっと渋さとは違う感じでね、別の方向性でね、うん、違う一面が見れました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて2人目の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジ広島校努力家で行動力のある渡辺真央です。お願いいたします。よろしくお願いします。渡辺さんは努力家で行動力がある、はい、うん、一つ例挙げさせてもらうと、うん、お願いします。行動力の面では、うんうんうん、去年仕事がもらえて、その仕事の役柄がその坊主だったので、うん、一回髪を全部剃りまして坊主にしました。それはもうあの声優さんのお仕事でってことですか。いや、ちょっと映像系の仕事で、映像系でね、はい、確かに。でもこのエピソードは努力家というか、うん、ね、真摯に向き合ったまっすぐさがね、はい、出てて素敵な行動です。ありがとうございます。それではね、まずは演出を入れずに読んでいただきたいと思います。お願いいたします。これならまだいける。おー、うん、これはなんかちょっと深い設定がありそう。どんな設定があったんでしょう。まあ、バトル漫画の、主人公で、うん、ちょっと勝つ糸口が見えた時に決め台詞的な感じでをイメージしました。もう決め台詞だ。これは年齢感は、年齢感は本当
自分20代の前半のイメージしました、うんうん、自分の年齢に近い、うん、はい近い、ね、なんかちょっと深刻な感じがね、ねちょっとね、うん、しましたね。今度は私が演出を入れていきたいと思います。はい、ではちょっとコミカルに、あと1時間で初めて彼女が家に来る、でも周りを見ると部屋が散らかっています、焦ってなんとか掃除して一応片付いた部屋を見渡した一言、はい、どうでしょう、はい、大丈夫でしょうか。大丈夫です。それではお願いいたします。これならまだいける。おお、うん、かわいい。だいぶ頑張って片付いた片付いた。お尻開けたらバーって出てくるやつちょっと緊張感もあっていいですねということでありがとうございました。ありがとうございました。ということで田中イオンさん、渡辺真央さん、ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーで使用する男女別のセリフなども募集しています。どんどん送ってきてください。ということで以上、ワダックス公開オーディションでした。和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ。お届けしてきました和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ、そろそろおしまいの時間です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはワダックスアットマーク joqr.net まで。またこの番組の公式ハッシュタグはハッシュタグひらがなでワダックスです。そして番組公式 YouTube ワダックスチャンネルもあります。こちらでは番組本編と映像付きのおまけトークがお聞きいただけます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回のおまけは大地監督宛てのお便りを紹介していきます。詳しくは番組公式ツイッターをご覧ください。はい、そしてですね、はい、大地監督から、リスナーの皆さんに、はい、プレゼントってことで、はい、サイン色紙をいただきます。お、はい、1名様ツイッターをね、うん、詳細見てもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてお知らせです。私から、主演アニメ江戸前エルフが放送中です。よろしくお願いいたします、うん、はい、そして世界さん、はい、ファンタスティックス今日ですね、うん、今日もアリーナライブやってますけども、あと新曲が、うん、テルミーが発表されたんで、うん、ちょっとめちゃくちゃかっこいい曲なんで、うん、ぜひぜひチェックしていろいろ情報を待っててもらえたらなと思います。お願いします。そして、はい、来週のゲストなんですけども、はい、声優アーティストの遠藤るかさんをお迎えします。はい、アイカツでね、歌ってらっしゃる、はい、そうそう、お楽しみにですね。はい、はい、お願いいたします、はい、ということで監督2週連続ありがとうございました。ありがとうございました。超楽しかった楽しかった、ね、いや楽しかった、ねねね、なんかとってもね、フリートークの中でもこんなにリラックスしてできる番組ないですよね、うん、嬉しいです、うん、さすが和田さん、さすが和田さん、皆さんの存在もね最高です、大地監督がお優しいからですよ、ね、面白い、ね、ですよ、もう話がね一個一個がやっぱり崖、先週の崖はもう本当にもう、ね、一生忘れないですよ、ね、感謝しかない。お便りもねたくさんいただいてるので、はい、おまけでね、おまけでね、おまけで、ぜひね、はい、お話聞きましょうということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と尾崎由香と世界と大地明太郎でした。ありがとうございました。この番組は株式会社 X アーツと総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。